東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。岩井コスモ証券投資情報センター主幹、堀内俊一さんです。堀内さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日ここまでのまず動きですが、ニューヨーク市場、ニューヨークダウが4日続伸、連日の市場最高値更新という堅調な動きを受けての東京市場、その割に軟調な動きが目立っているという動きですが、寄り付きから現在までの値動き、堀さんはどういうふうにご覧になってますか。はい、昨日の米国市場の動きというよりはその後ですね、通常取引終了後に決算を発表しましたマイクロソフト、アルファベット、アドバンストマイクロデバイス、この主力ハイテク3社が揃って時間外取引で下落したことが、東京市場の売りに直接つながっているというふうに見ています。その他ですね、東証が開く前、8時50分に伝わった1月の日銀会合の主な意見ですね、はい、こちらを受けまして、国内金利が上昇、やや円高方向に振れたといったところも重荷となった格好で、寄り付きから300円以上下げて始まったんですけれども、その後なんとか下げしぶりで推移しているなという印象です。なかなか難しい、活字にならないような部分での材料で、東京市場が寄り付きから神経質な動きになっているというところでありますが、まずそのニューヨーク市場の全体の動きから少しお伺いしたいんですが、ニューヨークダウ4日続伸、4日続けて市場最高値を更新するという動きです。一番肝心な FOMC の声明文を今夜、日本時間の今夜控えているという状況で高値を取ってくるという動きでありますが、ずっと先々の利下げ期待に対してマーケットは楽観的すぎるということは言われ続けているんですが、それにもかかわらずマーケット、ニューヨークダウは高値を更新し続けているという、こういう強い動き、今のアメリカのマーケットはどういう力強い動きが働いているんでしょうね。これはもうまさにアメリカの景気がソフトランディングできるんだという期待の表れだというふうに考えています。特に顕著に現れたのが先般発表になりました10-12月期の GDP 速報ですね、はい、個人消費が堅調地合いを維持する一方で物価の沈静化傾向が続いているというのがここで確認できる格好となりました。で、3月利下げの可能性についてはじりじり後退はしているんですけれども、そのソフトランディングが実現するという期待が、まさに抑えとなりまして、アメリカの金利一進一退の動きにとどまっているということが大きい、これに尽きるのかなと思いますね。なるほど、これだけ引き締めをやってきてもアメリカの経済は盤石である、特に個人消費が大変力強いというところが支えているということになりますね。それを受けて日経平均、今日に関してはあまりアメリカと日本連動するという動きにはなっておりませんが、先週ぐらいまではようやく日本株もアメリカのマーケットに連動し始めた、これまで閉ざされていたものがようやくリンクし始めたという期待もありましたが、37,000円、ワンタッチ寸前というところまで行って、さすがに、テクニカル調整の動きに入ってきているというところです。先週の火曜日の日銀の金融政策決定会合から、調整ムードが強まってしまったというところですが、1週間前の火曜日の決定会合には何かあそこで変化というものがたのでしょうか。それがマーケットに影響を与えているということは考えられますか。はい、日銀の姿勢が予想以上に高波的だったということがかなり効いているんだと思います。その日本の株価がアメリカ、ヨーロッパにキャッチアップしてきた最大の理由が、円高リスクの後退でしたので、はい、またやはり日銀政策修正の時期が近いぞというところから円安進行に歯止めがかかったというところも、聞いているのかなというふうに思いますよね。やはりこのあたり高派だった、なかなか文言だけ捉えると、その専門家でないとわからない文章も多いんですが、そのあたりが、マーケットで今浸透し始めているというところですね。これで日経平均、今36,000円台の大台固めを続けているような状況です。で、37,000円があと少しというところまで来たわけですが、この上値突破の動き、37,000円にもう一度トライするという動きはどのあたりになるんでしょうか。時間的にいつ頃か、あるいはもう少し、この短期調整は必要なのか、
で、上値トライに再び動き出すとすればどういう材料、手がかり材料が必要なのか、まあ、こういうあたりは堀さんはどのようにお考えになりますか。そうですね、まあ、先週、まあ、3万7000接近したところまでの上昇ピッチがあまりにも早すぎた、まあ、それによって PR も16倍台、まあ、これはアベノミクス初期と同じレベルまで切り上がってしまったので、まあ、当然まあ短期的な過熱警戒感を拭えないところまで来ているというような認識はすべきかというふうに思っています。はい、ただ、まあ、循環物色がかなり効いた状況になっています。まあ、ハイテクがダメなら銀行あるいは国債有料株と資金シフトが結構早いタイミングで動いていて、まあ、それが下値の硬さにつながっているような状況を考えますと、まあ、この過熱感を冷ますのには値幅というよりは時間、日柄、こちらで進む可能性が高いのかなというふうに見ています。なるほど。で、まあ、ちょうどこれ国内の決算発表が始まったタイミングですのでね、はい、来月の半ば、決算が終わるときあたりに、まあ、うまく調整色が冷めればなというふうに期待しています。まあ、もう今日で1月が終わりですもんね。2月の半ばぐらいで決算が一巡するあたりで、まあ、短期調整完了というふうに期待したいところ。その今ご指摘ありました決算動向ですが、3月決算企業第3四半期の発表が始まっています。まあ、ニデック、信越化学、ファナック、まあ、そうそうたるメンバーが決算を発表してきて、まあ、今一つ良くないかなというところもありますが、まあ、昨日は小松、キヤノン、オリエンタルランド、いずれも好調な決算を出してまいりました。まだ事例としては少ないところであります、まあ、これからというところもありますが、堀さんからご覧になってここまで発表を終えた企業で特徴的なもの、あるいは印象に残るような個別の企業、セクターというものは何かございましたでしょうか。そうですね、まあ、円安メリットの発言や値上げの効果、またインバウンド需要の走行などが引き続き期待できるなということを感じた一方で、中国関連あるいは EV、まあ、電気自動車の関連の事業を手掛けている企業には下振れリスクが大きいというふうに感じています。で、まあ、特に印象に残ったというのは信越化学ですかね。はい、決算自体は、まあ、見た目は良くなくて一周売られたんですけれども、まあ、その後、まあ、今期の減益は、まあ、致し方ない、ただ来期に期待が持てるですとか中国依存度の低さを、意識した買いが入ってくるといった動きが見られます。まあ、このあたり、確かに発表直後軟調な動きでしたがすぐ値を戻して、まあ、今日あたりも、半導体株そうして安い中で、まずまずしっかりという動きですね。まあ、新越、非常にしっかりした企業ですね。それから少し論点が変わってしまいますが、NISA です。年明けからこの新しい制度としてスタートしたNISAによる買い付けというものに対してマーケットの、まあ、期待というか、その大きな動きが変化あるのではないかという見通しが続いていましたが、実際に発表になった投資主体別売買動向は個人投資家は現物信用ともに売りというスタンスになりました。これはNISA以外の部分も大きかったかもしれません。まあ、他方ではこのネット証券系の資金流入が空前の規模で続いていて、個別の銘柄も JT とか三菱 UFJ フィナンシャルグループとかあるいは NTT という、まあ、利回りの高い銘柄大型株に中心に相当入ってきているのではないかという新聞報道などもございます。この現在のNISAの動き、現実に制度が始まってから、まあ、堀さんが体感温度なりマーケットの値動きなりで判断できる限りでご覧になってみて、現状の動きとしてはどういうふうに今ご覧になっていらっしゃいますか。そうですね、先ほども触れたんですけれども日銀の姿勢を見る限りでは、まあ、金利のある世界が、再現するのは間近と見るべきだと考えています。はい、まあ、そうならば当然資産運用の重要性というのは増すことになりますので、まあ、当然NISAへの、思考は強まる可能性は高いというふうに見るべきと思います。で、まあ、現時点でやはり業績不安が乏しくネームバリューがあって配当の厚い銘柄、まあ、こちらを物色の柱にするというのは至極当然の動きなのかなというふうに見ています。やはりここで中心となるのは配当利回りの高さ、まあ、業績の厚みということになってくるんでしょうね。
そして1月相場ももう早いもので月末になってしまったというのもあっという間に1月が終わってしまうというところでありますが、この2月相場、節分天井、彼岸底などとマーケットではよく言われますが、この2月相場に向けてどういう相場想定が考えられるのか、あるいはポジティブ材料、ネガティブ材料、リスク要因などございましたら教えていただけますか。はい、まあ、なんといってもやはり主力企業の決算内容、まあ、こちらが最大の焦点かなというふうに見ています。はい、で当然ハイテクに関しては、まあ、ハードルは高いとは思うんですけれども、うん、まあ、中身が、まあ、来期に向けての希望を持てるような内容であれば、一瞬慣れたとしてもしっかり戻る可能性は高いと、まあ、そんなパターンをたどる可能性があるのかなというふうに思いますし、はい、まあ、決算以外でもやはり、配当等ですね、まあ、資本効率の改善に向けた取り組みに関する関心も引き続き高いのかなというふうに思います。うん、で当然、まあ、アメリカのソフトランディングシナリオ、まあ、こちらに揺らぎがないかを確認しつつの動きというのはこれ、まあ、主流になるのかなというふうに思いますね。うん、まあ、マクロ的にはアメリカの経済動向、うん、そして、個々の企業ベースでのアナウンス、まあ、配当や業績という点に関してのアナウンスが重要であるということですね。わかりました。いや、堀さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資情報センター主幹、堀内俊一さんにお話を伺いました。